みなさん、こんにちは。これから私は私の友達の趣味について発表します。私には花という名前の友達がいます。彼女は美しくておしゃれな女の子です。私と私の友達は彼女のファッションセンスが良いことに同意します。花さんの趣味は裁縫することです。彼女は1年ほど前にこの趣味を始めたばかりだと言いました。実は裁縫が好きな特別な理由がないそうです。彼女は新しいことに挑戦するのが好きなタイプの女の子で、たまたまファッションも好きです。花さんの好きなファッションはストリートスタイルです。そこで彼女は裁縫を習い始めて技術を磨きます。すると花さんのお母さんはどうして起業しなかったのかアドバイスをくれました。ついに花さんは自分のブランドを発売し始めました。手で作ったマスクやトートバッグを売っているそうです。彼女は自分のブランド名でヒジャブを売る計画があると言いました。ブランド名はエチェンネです。花さんは裁縫の時間が決まっていません。注文を受けるときと何が釣りたいときだけだそうです。この裁縫することですから、花さんは自分でお金を稼げるので利益を得ています。彼女は服やズボンやマスクなどを買うのではなく、自分で作った方が安いからだと言いました。花さんは自分が発売したブランドがもっと有名になり、多くの人に買ってもらえることを願っています。裁縫以外にも花さんは趣味があるとイマジンすることです。私はそれがとても面白いと思いました。でも、花さんが意味するのは、大抵や仕事など一連の未来を夢見ていることです。すべての実現は、イマジンから始まります。それが花さんの気持ちだと思いました。彼女は何かをイマジンすると、自分の夢を実現することに情熱を燃やします。この用語は、成功の原動力だそうです。イマジンするではなく、花さんは自分のイマジンを実現するための計画をすでに準備しています。夢の家をイマジンしたとき、彼女はデザインや家具をすべて用意し、建築の予算を計算したそうです。私はこれがとってもかっこいいと思いました。花さんが共有する趣味を通して、私は彼女が大きな野望を持っていることが分かりました。私は彼女が自分の将来のためにしっかりとした準備をしようとしているので、本当に良いことだと思いました。私は花さんの夢が全て叶うことを願っています。これで私の発表を終わります。質問があれば、どうぞ聞いてください。